フェブラリーステークスは日本中央競馬会が東京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のフェブラリーは2月を意味する英語。この名が示す通り、基本的には2月の第3もしくは第4日曜日に開催される。JRA 主催で GI に格付けされる競争としては毎年最初に行われる競争である。は 日本橋協会連合会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、ブリーダーズカップチャレンジ賞。JRA が施行するダート重賞競争では、最も古い歴史を持つ競争である。1984年に前進となるフェブラリーハンディキャップが創設。 東京競馬場のダート1600メートルで施行され、当初は DE の格付けだった。1994年に GII へ昇格するとともに負担重量も別定に変更、名称もフェブラリー・ステークスに解消された。その後、中央競馬と地方競馬の交流競争が拡大される中、1997年には中央競馬のダート重賞競争として、 初めて GI に格付けされ、負担重量も定量に変更、国内の上半期のダート最強馬決定戦に位置づけられた。2007年からは国際競争に指定され、外国馬の出走も可能になった。2016年からブリーダーズカップチャレンジの対象競争に指定され、優勝馬には当該年のブリーダーズカップクラシックへの優先出走権と出走登録料を、 輸送費用の一部負担の特権が付与される。本競争で上位を争った馬からは、アラブ首長国連邦のドバイで行われる国際招待競争ドバイミーティングへ遠征するものも出るようになった。2011年の優勝馬トランセンドはドバイワールドカップで優勝したビクトワルピサと接戦の末二着に入っている。また、1999年には名声オペラが 地方競馬所属馬として初めて優勝した。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、定量出馬投票を行った馬のうち、優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は通算習得賞金、過去1年間の習得賞金、過去2年間の GI 競争の習得賞金の総計が多い順に割り当てる。 優先出走権外国馬及び、レーティング順位の上位5等は優先出走できる。2014年より、以下の競争における一着馬に、優先出走権が付与される。2021年の一着賞金は1億円で、以下2着4000万円、3着2500万円、4着1500万円、5着1000万円。東京競馬場のダートコース、全6 0 0メートルを使用。 スタート地点は芝コース上にあり、スタート直後は芝コースを走行、第2コーナー付近からダートコースに入る。バックストレッチとホームストレッチに2つの坂が設けられており、このうち長さが501メートルある、スタンド前のホームストレッチには高低差2.4メートルの上り坂がある。距離は全てダートコース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。 競争名は、第1回から第10回までが、フェブラリーハンデキャップ。第11回以降は、フェブラリーステークス。各回競争結果の出展。ありがとうございます。